こんにちは、ポスケです。今回は東京にね、1週間出張みたいなことをしてくるので、その1週間の Vlog をまとめていこうと思います。今日はもうここからね、東京に出発していきますので、じゃあもう早速行こうと思います。では行ってきます。あ、でも僕は出張に行くときは結構こう本を買って行くことが多いです。新幹線の移動とかで結構隙間時間とかできるので、まあ、その隙間時間でこうしてその時気になるものを学ぶようにしています。じゃあそろそろ新幹線出発なので東京行っていきたいと思います。はい、東京到着しました。あ、綺麗。やっぱり仙台と比べると並んでるビルが明らかに高いですね。はい、電車の中では本も一冊読みたし、仕事も進めたし、1時間ぐらい寝たし、やっぱ移動時間結構大事にしないといけないですね。もう今日はこのままホテルに行って寝て終わろうと思います。じゃあホテルまで行ってきます。そういえば部屋はこんな感じでした。まあ、僕は出張の時はあんま部屋のこだわりはなく、ベッドと Wi-Fi と机があればいい派なのでバッチリですね。じゃあもう寝ます。はい、というわけで1日目は移動で終了です。それではおやすみなさい。おはようございます。2日目の朝です。今日は午前中は近くのカフェで作業した後に、午後からクライアントの元に行って一緒に仕事していこうかなと思います。こんな感じでね、隅田川綺麗ですね。朝日の本社とかあったりして、今僕は浅草でこの1週間過ごそうと思っています。では早速行ってきます。今クライアントのところに向かっているんですけど、まあ、こういったね、仙台のお土産を買ってきました。意外と知られてないかなと思うんですけど、個人事業主になるとこういったお土産とかも経費として落とすことができます。接待交際費っていう勘定科目ですね。なので、まああとはですね、宿泊費とかももちろん、旅費交通費としてカウントされるので、結構個人事業主になるといろんなお金が経費として扱えるっていうのは一個ポイントとして押さえておくといいかなと思って、今ちょっと急遽発令しました。じゃあクライアントの元行こうと思います。あ、もうこの辺では見ないんですか？まあ最近はあの前ちょこちょこ来るようになりましたけど、いつもいるもんじゃないからね。へえ、ありがとうございます。今仙台から来てて、出張で来てたんで。へえ、ずるかな。まあね、普通だと山間部だとかね、はいはいはい、渓流のとことか言いますけどね。へえ、僕も魚いるんでちっちゃいやつ食べて、今さっきからいつもお世話になってるさはらまえさんのところに一緒に仕事しに来ました。ありがとうございます。とんでもございません。このお気も美味しそうで何よりです。今何時だ？6時のお昼ご飯です。意味深いですが、もうちょっとだけお仕事していきます。では。ということで、お酒も飲んで仕事もしたので2日目終わろうと思います。ちなみにここに映ってるのはスカイツリー。高っ高い、まあ、このね、東京期間中にね、このスカイツリーもできたら登れたらいいなとは思っていますが、まあ一旦2日目はここまで終わろうと思います。では3日目どうぞ。
いろんな講演を聞いてきましたが、これ一旦朝日さん帰るということで、昨日も今日もありがとうございました。ありがとうございます。じゃあ僕はもうちょっとだけ残って作業をしてからもう一回戻ってきます。では。はい、今ちょっとツイッターを見てたら写真を撮ってくださっているレイナさんという方、はい、と交流できて、あの写真を撮ってもらいました。多分頑張った方で写してます。レイナさんは結構そのカメラマンとしてのお仕事がメインなんですか？そうですね、カメラマンとしてのお仕事がメインなんですけど、特に、はいはい、あのマッチングアプリの写真に特化した写真を撮っていて、はい、まあ、なんかマッチングアプリに載せる写真ないなっていう人のを一応受けて、プロフィール文章とかも、はいはいはい、うん、まとめて一応、あ、そうなんだ、ま、直してあげるのを一応やってるのが一環としてやってます、はいはいはい。なるほど、なんか全国転々としてるみたいな話だったんですけど、はい、そうそうですね、東北とか来たことありますか？東北だけ行ったことなくて。あ、そうなんですか。でも今年それこそちょっと前、はい、あのアナの安いやつとかあのジャムも出るじゃないですか、はいはい、あれでちょっと東北ら辺行ってみたいなと思って、はい、ぜひちょっと多分僕の YouTube、はい、あの東北の人の方が多少多いと思うので、お、はいはいはい、もし来てくれるときは Twitter、うん、そうですね、逆にご連絡いただけたらもう、はい、それのために多分撮影行けると思います。よくそんな感じであの地方巡って、まあ、撮影しながら旅行しながらみたいなのをよくやってたので、それも大阪を、はい、では1ヶ月ぐらいそれで済んだりとか。そうなんだ。そうです。じゃあそんなレイナさんのツイッターは概要欄に貼っておきますので、興味がある人はぜひフォローして連絡してみてください。僕の撮っても私たちも貼ってきます。後ほど。ではまた次のところでいきましょう。こんにちは。友達のゆいとに来てまいりました。一回、ゆいとの YouTube を僕のチャンネル勝手に取材したいと思っているようになって、まあ、ぜひゆいとの Twitter、YouTube 最近投稿してないから、Twitter 見てもらえたら嬉しいかな。まあ、あと WSS とか、そうですね、軽く今会社を経営していて、はい、スーン株式会社っていう会社で、はい、ウェブのマーケティング事業と教育事業をやっていて、はいはい、教育事業の方はフリーランスの方とか、はいはい、それこそ会社員だけど副業で頑張ってて、はい、ウェブのスキル持ってる人、はいはいはい、ウェブ制作、動画編集、SNS 運用、ライティングのスキルはあるけど、営業の仕方わかんないよねとか、結局クラウドワークスで消耗しちゃってるみたいな方に法人営業の方を教えてるスクールになりますので、ぜひぜひ皆さん、具体的に案件の獲得の方法とか、そうだね、もしかしたらバッツリカットしてるかもしれないけどぜひ入れてもらって、はい、よろしくお願いします。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。というわけでイベントも終わっていろんな話聞けてめっちゃ勉強になったし、あと、ね、不意にいろんなフリーランス仲間とも出会えてめちゃくちゃ楽しかったです。東京国際フォーラム初めて来たんですけどめちゃくちゃ綺麗ですね。はい、まあ今日はこんな感じで終わろうと思います。じゃああとホテル戻ろうと思います。では、そういえば浅草に来たので雷門にも来ました。雷門ってみんな何を見るんですかね。僕はまあ特に用事もないので帰ろうと思います。ではすいません、めちゃくちゃに全言撤回します。雷門は門じゃなくて中がめちゃくちゃ綺麗、すごくないですかこれ。あっちにも五重の塔みたいなのがあってやばい、本当にここはみんな来た方がいい。浅草泊まってよかったです。じゃあホテルに戻ります。おはようございます。4日目の朝です。で今日のスケジュールとしては午後からクライアントと会うんですけど、そのクライアントと会って仕事をするわけではなくて、そのクライアントの誕生日を祝いに行きます。でそのクライアントさんが撮影日の2日前が誕生日だったんですけど、たまたま今日その友達数人が集まって誕生日会を開くっていうことだったので、あの僕もたまたまその日東京いるのでご一緒してもいいですかっていう話をしたところ、ぜひあの来てもらえたら嬉しいですっていうことで誕生日を祝いに行ってきます。でもちろん誕生日プレゼントも用意してきました。本が好きなクライアントさんなので、まあ、ちょっとおしゃれなね、ブックカバーと、まあ、僕の好きな短編小説集を一緒に買ってきました。で、このブックカバーの色も、そのクライアントさんの、パーソナルカラーのティファニーブルーっていうので選んできました。まあ、午後からその予定があるので、午前中はちょっと溜まった作業をホテルの部屋でしていこうかなと思います。
では、4日目よろしくお願いします。ちなみになんですけど、まあ、今回1週間滞在しているのでよりこう部屋にいる時間も長いから、まあ、こうして好きなお菓子とかを買って、よりこの部屋にいる間を有意義に過ごせるような工夫とかも長期滞在のコツだと思います。よっしゃ、行ってきます。ちょっと目的地に早めに着いたので周辺を散歩したんですけど、めっちゃなんかおしゃれな建物とかたくさんありますね。めっちゃ高そうなマンション、部屋も広そう。あれ、この白いトナカイ宮城県にもあるんですよね。全国にあるものなのかな。へえ、久しぶりに見ました。これでっかいビルの1階部分に謎の流水、すごいな。おしゃれなのか何か空気を良くしてるのか分かんないですけど、ここもすげえ金かかるだろうな。すごいですね、東京は規模が違います。おしゃれなカフェもあるといいですね。東京楽しいです。自分のことを植物だと思っているアート、風吹く朝。分からん。東京ですごい都会なイメージありましたけど、こういうなんか自然が溢れてる場所とかもあるんですね。空気が美味しい。エスカレーターとエスカレーターの間で大理石光らせないでしょ普通。めちゃくちゃおしゃれですね東京。ガイアントの小平さんね、お誕生日会にお邪魔させていただきます。ありがとうございます。ありがとうございます。もういつも頼りにしてプレゼントどうでした？あ、プレゼントもさすがのセンスだと思います。ありがとうございます。ではそう言ってもらえて、はい、皆さんもこれはよろしくお願いします。よろしかったです。みんな初めて会ったんですけど、美味しいケーキを食べさせていただきました。ではまたホテルまで。はい、というわけでホテルに戻ってきました。今夕方の5時20分ぐらいなんですけど、もう今日はねこのまま外には出ずに部屋で仕事していこうかなと思っています。で、撮影日の今日が日曜日なんですけど、やっぱ日曜の東京めちゃくちゃ人が多くて結構混雑していて、僕あんまり人混みが得意ではないので、まあもうこの時間からは外に出なくていいかなっていう感じです。で、やっぱフリーランスはこう曜日に関係なく働く日、遊ぶ日、休む日っていうのを決められるのがいい方ではあるので、まああえてね日曜日とかこう人が混む時はこもって作業する、で平日とかの空いている時に外に遊びに行くっていう働き方ができるのが、まあ、フリーランスならではと思うので、まあ存分にねその良さを生かして働いていこうと思います。で、お昼にだいぶ今送ったので夜はこのコンビニ食でサクッと済ませてやっていこうかなと思います。じゃあ今日はそんな感じでやっていきます。では、はい、じゃあ仕事も終わったので今日も寝ようと思います。おやすみなさい、バイバイ。おはようございます。5日目の朝です。とうとう折り返しまで来ましたね。で、今日はもう1日クライアントのところで仕事を一緒にする予定なので、まあ一番なんか見栄えが変わらない映像になるかもしれません。まあぜひ見ていってください。どうぞ。松本さんです。どうですか、僕のアゴに。ああ、いいですね。はい、10時5分です。皆さん、お疲れ様です。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 まあ、フリーランスは夜まで働くこともあると思います。というわけで、今日は僕が。お疲れ様でした。また明後日よろしくお願いします。今日もありがとうございました。今日もありがとうございました。ホテルに戻ります。おはようございます。6日目の朝です。で、今日は半日オフなので午前中にサクッと仕事をして午後はちょっと遊んでこようかなと思います。まあ、フリーランス働く曜日が完全に自由なので、今日火曜日なんですけど、こうやって平日のど真ん中に自分のオフ、
を持ってくることもできるんです。午後はね、ずっと気になってたあそこに行こうと思いますので、どこに行くかぜひ皆さんも予想しながら動画を見進めてみてください。どこに行くでしょう。では行ってきます。仕事も終わったんで外に出ましたが、今日はめっちゃ晴れてて綺麗ですね。おっ、うおー、高すぎてもうよくわかんないけど、改めて行ってみようかなと思います。平日でも結構いますね。まあ多分少ない方なんでしょうけど、チケット買っていきます。ゲッツ。着きました。いや、すごっ。もうね、映像じゃ伝わらないかもしれないですけど、めちゃくちゃ高い。はい、というわけでたどり着いて、だいぶね、ここでもめちゃくちゃ綺麗なんですけど、僕は今回課金して、この今いるのが展望デッキってことなんですけど、このさらに上のね、展望回廊っていうところまで行けるので、ちょっと行ってこようかと思います。展望回廊来ました。おー、すごっ。人生で一番高いところですね。わかるかな、このスカイツリーの影がね、いかにスカイツリーが高いかはね、見せてるんですよね。こんなに綺麗に映ること珍しいんじゃないかな。晴れてよかったですね、今日。回廊というだけあって、めちゃくちゃ綺麗な道ですね。めちゃくちゃ面白いです。こんなにちっちゃなところにね、人々の暮らしがあると思うと、なんか感慨深いですね。ここは最高到達点らしいです。うわ、すごい。謎の映えスポットがあったので来てみました。よくわからないですけど綺麗だね、うん、あんま一人で来る場所じゃないかもしれない。ガラスの床です。うわっ、はい、こんだけ見もできますと、記念写真もできるそうです。ガラス床で記念写真も一応撮ってもらいました。いや、一人で写ってんの寂しいな。せっかくなんでカフェにも来てみました。はい、スープセットっての頼んだんですけど、かわいいですね。これね、ちょっとノマドしていこうかと思います。このスカイツリーの景色を背景にノマドしているがめちゃくちゃ強いですね。ちょっとね、こんな感じで少しだけ作業していこうかなと思います。いや、スカイツリーめちゃくちゃ面白かったです。仕事も進んだし、お土産も買ったんでね、またスカイツリーは後にしましょう。それでは、はい、時間も夕方になって、ちょっとね、都心から離れた場所に来ました。今日はもう観光もね、仕事もやりきったので、東京にいる友達にこれから会ってこようと思います。ここからは完全に終わりです。では行ってきます。行きました。可愛い、寝ぼけてるな。寝ぼけてんだこれ。寝ぼけてる。ちゃんとバランス感覚ある。ちょっと。かわいいね。かわいいね。かわゆー。はい。はい。イエーイ。う
じゃあ久しぶりです。お疲れ様でーす。うまそう、いいね、ありがとう。あ、短い、イエイ、結構じゃあ短い、始めます。短いなのかな、わかんないけど。これは何を作ってるんですか。これがですね、はい、牛糞の、はい、パスタ食ってる。うまそう、素晴らしいです。友達の家に遊びに行きました。じゃあホテル戻ります。ありがとうございました。ごちそうさまでした。はい、というわけで浅草戻ってまいりました。やっぱフリーランスだからこそね、仕事じゃない時間ってすごい大事だなって思いますね。やっぱこう仕事とプライベートの境目が曖昧だからこそ、フリーランスって結構仕事の時間が増えてしまいがちなんですけど、やっぱね、こうなんともない友達との会話とかしてると、本当はやっぱこういう時間を過ごしたいのかなって思うことはありますよね。なのでもしこれを見てるあなたが仕事の仕事ばっかり考えてるようであれば、ちょっとね息抜きの時間とか作ってみてもいいかもしれませんね。という感じで6日目と1日終わろうと思います。ありがとうございました。じゃあまた明日。おはようございます。7日目の朝です。今日は朝カフェに行ってからクライアントのところに行こうと思っていたんですけど、もうね1週間の疲れがたまりにたまって朝起きれませんでしたので、カフェに行くのは諦めました。まあカフェの CM はなくなったんですけど、まあこれ以上ね素材が増えても編集も大変だと思うので、もう今日はこのままクライアントのところに行って仕事をしていこうと思います。では行ってきます。あ、スカイツリーのお土産買ってきました。スカイツリー、はい、登ってきました。めちゃくちゃ景色が確かにキャラメリゼ、はい、みんなで食べましょう。いただきます、ありがとうございます。イエーイ。受け取ってる様子でなんかそのなんかえなんか条約結んだ、なんか平和条約で参加じゃあ私からもコウスケさんに、え何歳かわかんないけどお誕生日おめでとう。コウスケだ、あ嬉しい、おめでとうございます。嬉しいでしょう、はい、嬉しいでしょう。じゃん、おお、あ、聞けそう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 、なんか見晴らしが出てるみたいで、はい、裏なの、ボーダーで、いや、おしゃれ、ボーダーも着けそうだな、あ、そっちも絶対似合う、ちょっと着てみますか、いいですね、いいですね、ボーダーもいいじゃないですか、見えない、あ、ボーダーも全然いいじゃん、いいですか、めっちゃいい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 っすよ、やった、ありがとうございます、おめでとうございます。28です、28、やった。というわけで仕事を頑張ってきました。皆さんお疲れ様でした。お疲れ様でした。ありがとうございます。また仙台に戻りますが、東京の僕にとってはよろしくお願いします。またお願いします。では仙台に戻ります。I scrolled down the Insta page, saw a picture that I didn't want to see. He had his hand around your waist and a smile on your face like the way you look at me. It was only 8 months ago he was holding your hand, slow dancing and kissing the top of your head. And I don't know how to compete with that.はい、というわけで大会してきました。東京ね、1週間楽しかったけど疲れました、まあ、こんな感じでフリーランスの働き方とか発信していますので、今後の動画も気になる方はぜひチャンネル登録と高評価してもらえると嬉しいです。それでは、まあ、次の動画でお会いしましょう。ありがとうございます。いいですね。
確かに、よかった、髪青です。髪青、確かに確かに。それ合わせたんですよ、前さん。あ、逆に。そう髪青だった。青は忘れてた。いや、合わせたんです。そう、そう。Baby, I'm just asking, do you think I'm gonna be the